日本上陸から55年、完全新作としてよみがえる日本語劇場版サンダーバード55。その作品が持つ魅力をこんな方に聞いてみた。もうね、大人になっちゃった人はね、分かんないんだよね、きっと。忘れちゃうんですよ。やっぱサンダーバードの素晴らしさはそこの出動シーンなんだよね。もうあと1分だバージルとか言ってんのに、爆破まですごい時間かけて出てくんだよね。僕、黒柳徹子さんを知ったのもペネロープの声からだから、清水ミチコさんが吹き替えするのかなと思ってた、うん、ここはちょうど今ね、55年ブームがまた再来してて、巨人の星の DVD 見直してるんですけどね、やっぱ55年前のもんってね、全部面白いんですよね。僕、サンダーバードでこう、なんていうんですかね、格差っていうのを僕初めて知ったんですけども、やっぱり小学校のちょっと金持ちの子供はね、基地買ってもらってんですよ、ええ、サンダーバード基地。もうサンダーバードの本編そのままにプールのとこが開いて1号出るんですよ。うわー、いいなーと思ったけども、なんかそれを親にせびる勇気もなく、まあ高かったもんでね、その時ね、初めてね、大好きでもやっぱり家の事情があるんだなってすごくね、僕思って、それ以来あまり流行ってないものを好きになろうと思ったんですよ。で、現在に至るんですけど、きっかけはサンダーバード基地でしたね。これを CG とか加え、うん、CG で作ったりしたらね、違うんですよ。うん、違う。もう全く違うもんだし、それはそれで当時見てた子としては逆にがっかりしたと思うけど、今回奇跡的にその何本かのストーリーが残ってて、それを当時のまま再現しようっていうことを考えたっていうことがすごいですよね。もうね、大人になっちゃった人はね、分かんないんだよね、きっと。この良さがもう忘れちゃうんですよ。そういうね、大人にならないでほしいですよね、これ見てね。やっぱりサンダーバードの一番すごいとこはシステムだったから、それはメカデザインも驚いたけど、もうプールは開いたり、その木がこうしなって倒れたりするって飛び出していく。でもそれが後にっていうか、すぐ後だったけど、それを見てそこを取り入れようと思ったんだろうなと思ったのがウルトラセブンだった。やっぱウルトラセブンのメカの出動のシーンとかは確実にサンダーバードの影響だったし、それはウルトラマンのこととは全然違う、メカをどうかっこよく出動させるかっていうところにすごく力注いであった時に、ああサンダーバードやっぱすげえなと思ったんで、もう本当に全てのメカは出動するとこからありっていう発想だから、うん、やっぱサンダーバードの素晴らしさはそこの出動シーンなんだよね。2号に積まれてたジェットモグラとか、そういうのも格納庫が開いて出動するシーンに時間取ってあるでしょ。本編でもちょっと映るけど、もうあと1分だバージルとか言ってんのに、爆破まですごい時間かけて出てくんだよね。ちょっと大丈夫かなと思って、こんなゆったりしてって、でもそこ見せ場だから、そこがいいんですよね。はあ、がっかりしちゃったわ。やっぱりイメージは黒柳徹子さんなんでね、僕黒柳徹子さんを知ったのもペネロープの声からだから、だから俺は清水ミチコさんが吹き替えするのかなと思ってた、うん、ここは今回の方はね、あのペネロープの語り口をね、うまく自分でアレンジしてね、現代によみがえらせてるような気がした。僕らが昔思ってた貴婦人の人の喋り方っつうんですかね、なぜかちょっと分かんないですけどな、もう随分前にですね、サンダーバードのそのまあトリビュートみたいなをするとかっていう企画があって、なぜ俺にかかってきたのかよく分かんないけども、イギリスのサンダーバードの方から許可を下りる
メンツを集めたと思うんですよね。小西さんとかね、ジグジグスパットニックまでやってるから、これカバー僕頼まれてアコースティックとハーモニカでね、ボブ・ディラン風に歌ってみた、サンダーバードの日本語バージョンの、これぜひともちょっと今裏に流してほしいんですけど、まあそうこうして、まあ手を変え品を変え、サンダーバードをね後世に伝えたいなっていう気持ちはね自分にもすごいあるので、ぜひともねこれを見てね、新発見がたくさんあると思うんで、これは逆に今できねえみたいなとこたくさんあると思うんで、見てほしいなってすごく思います。はい。